内には、おもちゃがたくさん展示してあります。でもちろんそれを触れて遊んでいただくことができるんですが、おもちゃが置いてあるだけだと例えば遊び方がわからないこともあるかと思います。さらにですね、そのもっと違う遊び方に転じていくっていった時に、そのおもちゃ学芸員さんがいらっしゃることでその魅力が伝わるんですね。展示してあるおもちゃだけではなかなか伝わらないっていったところから、そのおもちゃの力は2割、そして人の力は8割というふうに私たちは考えております。やはりお子さんたちは遊びの天才だなというふうに感じます。一緒に常日頃いらっしゃる親御さんはお子さんのそうした、パワーに気づかれないところもあるんですが、そのお子さんたちが一つずつ小さな手を動かしながら発見している遊びについて、おもちゃ学芸員の方々が親御さんにお伝えすることでお子さんの成長を感じたり、あら、うちの子って案外すごいのねっていうふうに思っていただける機会にもなっております。いろんな世代の方々がこのおもちゃ美術館に集うことで、多世代の交流がおもちゃを真ん中にして広がっております。やはりおもちゃ美術館はおもちゃ学芸員さんがいなければその魅力は半減してしまいます。もうそれを私たち今回痛いほど感じております。そのおもちゃ学芸員の方々にこのコロナが落ち着きましたら、またずっとですね活動いただくためには、まず私たち自身が、もしくはこのおもちゃ美術館が社会にとって、そしておもちゃ学芸員の皆さんにとって必要な場所にあり続けなければいけないというふうに考えています。リアルを大事にですね、人と人とのコミュニケーションが取れるおもちゃと遊びの施設として、また切磋琢磨してまいりたいと思っております。そうですね、まあ、一番大切なのは子どもたちに対して安心感を持って遊んでもらうという感じで、あと大人の方も初めてのお子さんで、ちょっと育て方も含めてみたいな感じでちょっとドギマにしている方も出るとしたら、おもちゃに関して知っていることを教えてあげて、それで安心感を持たせていただければという感じでやってますね。はい、お父さんお母さんが男の人ダメなんだけど泣かなかったの初めてですみたいなことを言われると、ちょっとやったなっていう感じで嬉しく思ったり、あと前も来たんですけどもみたいな、私分かってて来てくれるっていう人がいたりすると、ちょっとやっててよかったなっていう気はしますね。はい、そうですね、今の私にとっては本当に、生活の一部っていうか、自分ができることで人が喜んでもらえるんだったらすごい嬉しいっていう感覚が自分の中ですごく強くあるので、今それの、ための活動っていう感じになるかと思いますね。はい、基本自分が好きでやってて、自分がすごい楽しいんですよね。でそれがあるから続けられるっていうのはあって、仲間も同じベクトルで話ができて、同じ方向向いてみんなでやろうっていう感じになるので、今後も多分それは原動力になっていくと思います。はい、